プレイアートの悩みをぶっ壊す。ということで本日は、スプレーアート光の描き方を皆様にご紹介していきたいと思います。以前ですね、惑星を、ご紹介いたしましたが、惑星だけですと非常に寂しいアートになりますので、この光をぜひ覚えて表現の幅を広げてください。それでは光の描き方いきましょう。まずは目印、蓋を置きまして目印、はい、今日はこことここに、惑星を作っていきましょう。まずは大きい惑星から、白、今日はオレンジいきましょう。オレンジ、たまにはオレンジ、はい、もう一度白、たまにはオレンジ、白、たまにはオレンジ、時々赤、はい、そうしましたら、チラシをくしゃくしゃにしまして広げて、乗せてこすって模様の完成、はい、オレンジと赤の混ざった模様ができました。美しいです。ありがとうございます。はい、それでは曲線で、影を描いていきたいと思います。はい、こういう感じで OK です。できれば直線ではなく曲線の方が立体的な惑星ができます。影の反対は光、光は逆に曲線で描いて、引き付けていきましょう。こんな感じです。はい、オレンジの惑星完成です。はい、蓋を置きます。ありがとうございます。はい、これでオレンジの惑星完成です。はい、じゃあこちらいきましょう。基本最初は白いきます。次は、赤、次は青いきます。はい、次は白、はい、やっぱりオレンジ、はい、白、はい、やっぱりオレンジ、はい、そうしましたらチラシをくしゃくしゃにして乗せてこすって模様の完成。はい、色の色が混ざった美しい色になりました。はい、それでは下に直線で影を描きます。はい、それでは反対に白いきます。はい、蓋乗せます。はい、わかりました、ありがとうございます。こんな感じで OK です。はい、じゃあ背景を塗りつぶしていきましょう。はい、なかなかこう一箇所止めずに動かしながら塗った方が綺麗に塗れるので、ぜひやってみてください。はい、そうしましたら、今日はですね、黒だけではなくちょっとおしゃれな青い、青をまぶしてみましょう。こんな感じになります。はい、美しい、なんというか幻想的な、背景ができました。次は、デコピンいきます。はい、指につけてデコピン、あちゃー、わちゃ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 わ、はい、星の完成です。撮ってみたいと思います。はい、美しいです、ありがとうございます。はい、こちらの惑星はどうでしょうか。じゃん、あー、美しいです、ありがとうございます。これで OK です。はい、それでは、これだけでも非常に美しい宇宙ですが、今回教えてご紹介していきたいのは光を描きたいと思います。光ですね、こことここに描きたいと思いますが、まずヘラをここに置きまして、縦に置きます。そうしまして、このヘラの、絶対先端ではブーダメです。中心を狙ってください。まずは綺麗な光を作ってみたいと思います。ヘラの中心、はい、次は横にしてヘラの中心、はい、綺麗な線ができます。はい、置いてヘラの中心、はい、次はヘラの中心、はい、綺麗な光の完成です。かっこいいですね、ありがとうございます。はい、それでは次は、失敗を見せたいと思います。よく多くの方が失敗するのはヘラを立てまして先端を狙い吹きつけてしまい、失敗してしまうのですが、一回失敗をやってみたいと思います。こんな感じです。先端に狙って吹きつけてしまうと大きな光になってます。先端を狙うとこんな感じになりますね。ブーブー、もうよくわかりませんね、これ汚いですね、お母さんに怒られちゃいますね。これの方がすごく綺麗な光です。おさらいきます。まずはヘラを縦に置きまして、ヘラの先端ではなくここの中心を狙って白を吹きつけます。そうすると跳ね返りがアートに綺麗、アートに綺麗な線が浮き出てきます。やってみます。ヘラを置いたらヘラの中心に吹きつけます。はい、3回ぐらいでいいと思います。1、2、3、はい、置いてヘラの中心ですよ、先端ダメですよ、中心に1、2、3、はい、置いて1、2、3、はい、いいですね、これも、はい、こっちも行きましょうか、練習ですので、こっちも行きましょう。ここに中心に行きます。まずヘラを立ててヘラの中心に1、2、3、はい、ヘラの中心に1、2、3、はい、いいですね、はい、ヘラの中心3回、1、2、3、はい、最後行きます、1、2、3、はい、こっちも行きますか。はい、ヘラを立ててヘラの先端ではなくヘラの中心にめがけて1、2、3、中心に1、2、3、中心に1、2、3、中心に1、2、3、はい、光の完成です。すごくキラキラな光が完成です。こちらの失敗例はヘラの、先端を狙うとこういう風な太くなってしまいますので、綺麗な光を、表現したい場合はヘラを立てて中心をめがけて吹きつけてみてください。これが光の、特徴ポイントになります。あ、イエイ。